瀬戸物と瀬戸物をぶつけてしまうと壊れちゃうんですよ。でもどっちかが柔らかければ壊れないんですよね。柔らかい心を持ちましょう。グッときちゃう人参の壁耳。いやいやいや、いい言葉でしょこれ。なんかのみんな今ギスギスしてるじゃない。そうね、確かにね。そうじゃないのよ、なんか柔らかい心を持ってれば壊れないのよ。それちょっといいですか。いいですか、どうぞ磯村さん。いいよ。何、なんかどっか聞いたことある気がするんだけど、ね、ああ これ、これ間三尾、うん、間三尾じゃない、やパクリじゃん。いいこと言うよな三尾。あ、なんかね、こう既視感というかがあるというか、よくわかったね。うん、ね、斉藤隆夫ね。三つぼ、三つぼ、パレボね、パレボ。パレボ、パレボね。パレボ、うん、大沢隆夫ね。いや違う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 、それ普通の小田。あれはオッカ、あれは普通の。そんなわけで皆さん久しぶりですね。いや、お久しぶりです。久しぶりですね。この番組は隣人の隣人による民人と皆様のためのネットラジオでございます。はい、いやまだね、ちょっとね、会いたい、会いたいけどね。会いたいね。あの、なんかほら、テレビとかでも今、ほら、フィルムみたいのつけてるじゃない。あ、うん、つけてますね。なんか、いや、集まってもいいんだけど、うん、想像がつかなかったような、なんか6人が離れてフィルムつけてるみたいな、うん、なんかね、あれさえできれば別に俺会ってもいいなとかって思ってたんだけどね。うん、みんなこういうのあるね、こういうのつけてね。いました、あの今の小学校の給食。知らない。一覧なんか、え、一覧ね、一覧ね、一覧よ。かっこいいってやってる。みんな透明の囲いつけて、へえ、かわいそう。美味しくない。育たないよ、あんなやり方しちゃったら。育たない。育たないはないよ。そんな不満を持っている201号室、あっぱれ一の城でございます。202号室、一の城を、一の城を、をだ、一の城を、パレーをじゃないんだ、一の城をでございます。202号室の星出咲菜です。203の須田山です。204号室の磯村あこです。うん、これさ、なんか私、ね、若干画面が暗くなったけど大丈夫かな、自分のやつ。大丈夫か。あれ、そんなじゃないよ。大丈夫そうだよ。全然変わんないですよ。うんうん、あ、そかそか、はい。いやー、ちょっとね、そんなわけでね、まだまだちょっと会うことができないので、こうやって遠く離れたところで撮っておりますけども。はい。はい。なんか、やりたいことないのかいみたいなことを言ったときに、でもさっきの、私が私がと。違う違う違う。皆さん何を考えてるんですか。ディスられた。え、頭おかしいんですか。すげえ言い方してたの。やる気ないんですか。言ったことないでしょ。そんなノリがもう止まんなくて、本当に。してないじゃん。ニコニコ LINE してるでしょ。言ってよ、言いたいことあったら言ってよ、じゃあ。違う、なんか。ギスギスしないって言ったばっかり。うん、何すごい主張があるわけじゃないんですけど。なんか、その前回というか、前か、あの、のどちんこの別名募集して、うん、あの、はいはいはい、私の、まあ、星出のコーナーができたじゃないですか。はい、教えてほしいでね。はい。まあ、僭越ながら、うん、まあ、うん、代表版のコーナーなんですけれども。いや、まだ一回しか言ってない。ちょっと僕のとこまで届いてないです。あ、ね、あ、本当ですか、うん、代表版、はい。はい。ツイッター見るようにします。はい。はい、ツイッター見るように。皆さんもね、それぞれコーナー持った方がいいかなと思って、私。うん、なんか、ラジオ番組とかってね、だってオールナイトニッポンとか聞いててもね、全部コーナーの連続ですもんね、うん、あんなのね。うん、いや、なんか、もう、まあ、フリートークするにしても、やっぱパレさんが回すってことに、やっぱなっちゃいがちというか、パレさんにちょっと甘えがち。まあ、いやいやいや、漫画でもないの。本当、ありがたいんですけど、ちょっと甘えがちなので、ちょっと皆さんそれぞれにコーナーがあるといいのかなと思って、今日その、ね、いろいろ、そうですそうです、コーナーちょっとプレゼン大会じゃないけど、するといいかなと思いました。あ、僕たちが自分の考えたこんなコーナーやりたいですよっていうのを発表していくんですね。あ、そうですそうです。そう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 。うん、まあ、あの、
やるやらないにしろ、うん、おかしいからな。お前もだって別に審査して通ったわけじゃないんだから勝手に始めたからね、それね。おかしいよ、そんなの。みんなの中心が入るっていう。すいません、まあ、こっちはもうやらせていただいてる身なので、もうあの出てる方なのでちょっとすいませんけど、ブラ直すみたいに、ブラ直すみたいに肩直すよ、本当に。すいませんけど、なんかちょっとそれぞれぜひ、ね、やりたいことあったら言った方がいいかなって思って。そりゃそうよ、そりゃやりたいことはある、うん、やりたい、そりゃあって、うん、ラジオやりたくてやってんだからね。そうですよね、うん、うん、ちょっとじゃあ言ってみます。はい、うん、誰から行きます、誰から行きます。僕じゃあ、私から言って、あ、いや、いいよ、パレさんから。あ、いいですよ、エマさん、いいですよ、エマさんから行きましょう。いや、なんか、その、弱い人から行きましょう。弱い人。何が弱い。いや、なんか、ネタが弱い人から行きましょう。うん、そう、弱い。失礼でしょ。あと、聞いてもらえない。相談があって、相談。相談。そう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 。教えてほしいで。教えてほしい。あ、教えてあ、それ教えてほしいでがあるんでダメです、それ。はい。相談する。ちゃい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 。みんなと相談したいなと思って、私がこれしたいっていうよりは、はい、これを生かしたいんだけどっていう相談っていうか、なんか他のこのメンバーで多分私が何ができるかって言ったら韓国語ぐらいしかなくって、うん、なんかそういうちょっと講座みたいのをやりたいなって思ってるんだけど、知りたい知りたい。でもただそう、ただやりたい、やりたい。え、韓国語で落語やるってこと？その講座じゃない、高い方じゃない。講義の方の講座ね。ハードル高。高座じゃない、高座の方じゃない。すごーい。びっくりした。いや、すごいハードル。アンニョン、アンニョン。びっくりした。アンニョン、アンニョンだけど。アンニョン、アンニョン。いつかね、講座もできたら。そう、まあ、でもそういうのを。ね、こう、いや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 。韓国にもあんのかね、そういう講座みたいなね。ねえ。まあ、きっといろいろしたね。うん、そうだから、それをやってみたいんだけど、なんかただやっててもしょうがないから、い、うん、やっぱ会話劇みたいのにしたいんだけど、そのネタがどうも、うん、私自分では考えられないなと思って、な、漠然とその講座したいなと思ってるわけ、うん、すごい、いや面白いんじゃないですか、すげえやってみたい。普通にもう一個言葉を覚えてみたいよね、この年になってね。そうですね、まあ、確かに、まあ、あとはだからその韓国語をどうやってコーナーにするかだよね。そうなんだよね、だからそこが今漠然としちゃってて、なんかいい合わないかなと思って。で今でちょっと話変わるかもしれないけど、うん、今でも覚えてるのが大江戸温泉に行ったのよね、俺とエマさんとアコさんで、はいはい、うん、行った前、ね、うん、3人でダイエットしてる時期があって、うん、その時に歩いてね、歌舞伎座から大江戸温泉まで歩いて、うんうん、温泉入ってちょっと飯食ってみたいなのしたんですよね、うんうん、その時にチケット買う時になんか困ってた韓国人がいたんですよ。韓国の人がチケット買うの困ってて、エマさんが私行ってくるって言って、さーって言って、なんとかかんとかなんとかかんとか、キムチチゲ、キムチチゲみたいなこと言って。キムチチゲは言ってないもんだから。でもそれで解決したんですよ。すげえ。え、かっこいいってちょっとその時思ったんだよね。かっこいい、かっこいい。嘘。ちょっと覚えたよ、本当に。グッときた、グッときました。うん、いや、よかった。いや、グッときたのは、相田光男の方がグッときた。あ、そうか。すいません。それは許さない。でも人のだから。そうね、だから、あとは、それをどうコーナー化するか、をちょっと、そう、いいですね。うん、でもそれはじゃあ、面白いと思う。要検討で、うん。はい、ちょっと、私はその方向でやってみたいなとは思ってて、ちょっとまたそうなんですけど。英語の教科書とかさ、うん、なんかすごい実は、今思うとバカバカしいのあるじゃないですか。うん、ある。例文でしょ、うん、Is this a pen? No,、うん、this is a dog. いやいや、どこまで間違えなくないみたいな。これペンですか、いや、これ犬ですみたいな。そういう安心感な文とかでやっても覚えるの楽しくなりますよね。ね、だそういう文章を、ね、考えたりとか、なんかいい教材があればね、いいなと思ってるんだけど、面白い例文使ってるやつとか、うん、面白い面白い、ちょっと考えたいと思います。やりたい。全然弱くないじゃないですか。弱いって言ってたのパレさんだけだから。全然弱い企画って聞いてたのに。漠然としすぎちゃってて弱いなと思って。なるほどね。いや、面白い面白い。でもそれで言ったら、うん、私もちょっと似てるかもしれないけど。あ、ちょっとじゃあ、うん、アゴさんも行きましょう。なんか私、さ、前ね、ついこの間夢を見たわけよ。
はい、夢見てね、みんなで隣人のみんなで、うん、100人一首をしてる夢を見たわけよ。100人一首そうで、うん、それであなんかできないかなと思って、で100人一首の歌があるじゃない、うん、あの歌を現代風に、うん、あの訳すっていうか、ああ、うん、なるほどね、うん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 、だから例えば、うんね、あれ誰だっけ、あの有名なやつ、花の色は移りにけりな、けりな、いたずらに、うん、なんだっけ、我が我が身に、我が身に、手間ない、七万七万七万、雪は降りつつ、違う違う、我が身、あ、我が身せね、長見せ島にか、であれ、うん、あの役がさ、もう年と、だんだん年取ってきちゃったなっていう役じゃない、だからそれを隣人風な、あのあれに訳すわけよ。最近、そう、最近さ、白髪が出てきて困っちゃうよ、うん、1ヶ月でもう真っ白よ、うん、みたいな、なんかそういうのに変えるみたいな、うん、なるほどなるほど、五七五じゃなくなるのね、あ、もう何でもなくなる、あ、なくなるのよ、面白そう、あ、それ面白い、そういう、うん、勉強にもなる、うん、どんなね、あれ内容なのかね、知らないの多いもんね、うん、私も今知らなかったもん、うんうんうん、いいですね、やんなかったっすか、ん、何を、小学校とかの時覚えさせられませんでした、俺は覚えた覚えた、無理やり覚えさせられましたよ、私も高校の時覚えた、いや知らない、人がいざ、なんとかうんとかなんとかのみたいなね、うん、何だっけ、人がいざしか覚えてない、我が衣ねに、衣では、子供では、我が衣では、子供で油でべちょべちょ、油でべちょべちょ、我が衣では油でべちょべちょ、油でべちょべちょ、何にしたの、我が衣では、あ、いいいいいい、あ、でもそういうことでしょ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、だったら意外と五七五七七は残した方が面白いのかもしれない、ああ合わせてね、音としてなんだっけ、めちゃ映えるみたいなことですね、なんか今言ってたことで、めちゃ映える、めちゃ映えるあんたと会えずに寂しいがが会いたい気持ちが今日も震えるとかね、はいはいはい面白い、それもやってみたい、うん、ね、面白そう、あ、アコニン一首ね、アコニン一首、アコニン一首、ちょっとじゃあ僕の方行ってみましょうか、まあやっぱりラジオですから、できるだけ皆さんに楽しいものを、うん、面白いものを届けようってやっぱ僕は思うわけですよ、でも、うんうん、じゃあ変な意味で捉えないでね、うん、じゃあアコさん面白い話してください、うん、って言ったらきついじゃないですか、うんうん、さっきちょっと大爆笑の話、あのさっきのこの間言ってよ、いやいやいや、振りが、ね、だから俺ちょっと思ったよ、うん、僕のコーナー名は、うん、一の字をあっぱれの全然面白くない話全然面白くない話って、うん、面白い話風に喋ったら面白いんじゃないかなと思って。そうかな、うん。面白くない話。ちょっと試しに聞いてみてもらっていいですか、うんうん、はい。例えばじゃあ1個しますね。うん、あの、うちの近所にね、業務スーパーあるんですよ。うん、はい。で、安くていろんなもの手に入るし、うん、ありがたいんで僕もよく使ってるんですね。で、はいはい、あのパスタとかにかけるパルメザンチーズあるでしょ、うんうん、あれがなくて買いに行ったんですよ、うん、で最初にチーズコーナー行ったんですよ、はい、じゃなかったんですよ、うんうん、あれねえなと思って、じゃなんか調味料とかのコーナーなのかなと思って調味料のコーナー行ったんですよ、うん、なかったんですよ、うん、なんか冷凍のチーズ売ってるコーナーあったな、でも冷凍では売ってないよなっつってなかったんですよ、うん、でもそうだよな、普通に考えたらあのパルメザンチーズって冷蔵のとこだよなと思って冷蔵のとこ行ったらはなかったんですよ、うんうんうん、
うん、あ、おしまい、おしまい終わったね。あ、面白くない、面白くない、面白くない認定の、そうそうそう、面白くない。このさ、終わった時の間が面白いよね、やっぱこういうでしょ。あれ、これまだ続くはずじゃん、このトーンで喋ってたら、うん、っていうのちょっと面白いかな。したらみんなできるじゃん、なんか、うん、なるほど、うん、昨日こんな面白くないことがあったって喋ってんのって面白くないだろ。そうですね。ただ難しいのが、多分これは面白い話として喋り出さないと面白くないから、それだけは難しいですね。ああ、そういうことね。昨日ってなんないと、うんうん、なるほど、面白くないなって思いながらじゃなくて喋んない、うん、なるほど、それぐらいだと多分誰が喋ってもこれ面白い気がするんですよね。そうかもね。最後にパレさんが何、うん、面白くないかつけてもらえば、なるほど、面白くないか、何面白くない、全員0点だよ。全員0点であれよ、何面白くないっていうね。面白くなさでね、はい、ない方が高いんでしょ。そうです、そうです、うん、うっかり面白かったら怒られるの。お、無理、うん、面白い、無理無理無理です、それ面白いじゃんって、それずるずる、なんで面白い話してんのって怒られるんだ。ということで、はい、じゃあこの3つの中から、はい、ちょっと決めないでおきましょうか、次の回、うんうんうん、果たしてどれが次の回採用されるのか、うん、はい、そうですね、楽しみですね。あ、なんか久しぶりに喋るとやっぱ楽しいね。そうだね。楽しいね、うん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 。楽しいけど、やっぱり最後のコールをするコーナーはやってくるんだよね。もうやめたらいいんじゃない、もう。やめたらね、最後だからね、なんか、締めが、ね、締まらないんですよ。ね、そうか、そうか。みんな、いやいややってっからさ。私全然嫌じゃないんだけど。あ、そうか、そうか。ごめん、ごめん、ごめん。そら、失敬、失敬。すいません、失敬。びっくりした。びっくりした。びっくりした。ごめん、ごめん、ごめん。じゃあ、こちゃんだけ、あれじゃないってことで。あ、今日、二つともやります？僕やってたとこもあげますよ、じゃあ。あ、じゃあ、アコさんがやれば。じゃあ、あれはみんなでやるもんだから。あ、そう。そうよ。ごめんなさいね、ごめんなさい。あ、じゃあ、いや俺は一人なんだけどな。じゃあ行きますよ。はい、はい、あ、はい、みんなでやる、もうみんなでやる、もうパリさん振ってもらって全員で両方やる、うん、俺一人じゃねえか、じゃあ。いいけど寂しくない。じゃあ行きますよ。はい、それでは皆さんごきげん、ヨーヨーヨー、ヒエヒエヒエ、あったか、あったか、あったか。バラバラ、100面白くないです。あ、もう面白くない話できた。すごい。